皆様こんにちは。 FMYY のキムチアキです。関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミのメディアの実践、今年は少し形を変えまして、シリーズのタイトル、コロナ体験を記録する学生たちのフィールドノート2020と題しましてお届けいたします。学生たちのフィールドノートを中心としたそれぞれのセルフドキュメンタリーとなっています。毎回2本ずつお届けしますので、最後までお付き合いくださいませ。はじめまして、こんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科2年の佐田真央と申します。私はコロナの自粛期間で趣味を開拓したいなと思い、アコースティックギターを練習し始めました。私はもともと中学の頃に吹奏楽部に所属していたこともあって、アルトサックスを吹くことができるんですけど、サックスは家で吹くには音がでかすぎるのと手入れも大変で勝手が悪いので、趣味にするには不向きでした。まあ、そこで家で気軽に演奏できるような楽器を始めたくて、2、3年前にアコースティックギターを購入したんですけど、まあ、意外となんか難しくて指が痛くなったりして諦めてしまって、数年部屋の隅に放置していました。しかしコロナの自粛期間で趣味に費やせる時間が増えたため、アコギに再挑戦することを決めました。私がアコギを始めようとした理由にもある通り、アコギは指とアコギ本体さえあれば演奏できたり、手入れも楽なのでとても便利な楽器です。そのためアコギは災害時に重宝される楽器でもあります。コロナの蔓延によって社会のあらゆる機能が停止してしまった今回の事態は、一種の災害であると捉えることができると思います。私はアコギを弾くことによってどれだけこの期間を楽しめるのか、アコギが私に与える変化について記録することで、災害時のアコギの存在価値について考えてみたいと思います。ではここから私のアコギの練習動画が始まります。
では最後にまとめに入ります。まずアコギが私に与えた変化については心情的な変化が多かったです。一つ目に家にこもる憂鬱な時間が楽しいものになったということが挙げられます。家の中で簡単に演奏することができたり、自分の好きな曲を弾くことができるっていうのももちろんなんですけど、たまにお姉ちゃんとセッションしたりとか、永遠に楽しめる楽器だなと思いました。二つ目に、時間を有効的に使えるようになった。やっぱり家で大学の授業を受けていると勉強とそれ以外の時間が区別しづらくてつい一日中だらけてしまうということがありました。もうアコギを始めてからは時間にメリハリをつけて生活できるようになったのですごく有効的な時間になりました。
で3つ目に自信がついた。1日勉強かスマホを触って終わると、なんか1日を無駄にしてしまったっていう罪悪感とかが生まれて、なんか外にも出れないし憂鬱な気分になってたんですけど、まあ、趣味ができたことによって充実した時間を作れるようになりました。で、自分の成長を日々実感できるから、なんか自分はできる子だみたいな自信がついたように思います。では次に災害時のアコースティックギターの存在価値についてです。まず手入れが楽でどこでも弾けるっていうところが挙げられます。アコースティックギター本体と体さえあれば演奏できるし、管楽器と比べても音がそこまででかくない、あとは手入れも楽っていうところでとても便利な楽器だなと思いました。そして2つ目に気分を変えてくれる。コロナの自粛期間は外にも出ることが、まあ、なかなかないし、人と関わる時間も少ないので、ついうつうつとした気分になりがちだったと思います。でも楽器とか音楽に触れることで気分をリフレッシュさせてくれるのが とても良いところだなと思いました。そして3つ目に YouTube の動画があれば大体の曲は弾けるようになるっていうところです。今の時代はなんかもうお金を払わなくても無料で教えてくれる人がたくさんいるっていうことに気づいて、まあ、自分もここまで弾けるようになると思ってなかったので、とても YouTube には感謝してます。冒頭でも述べた通り、コロナウイルスの蔓延によってあらゆる社会の機能が停止してしまったこの状態は一種の災害であると私は考えています。地震や大雨などの自然災害時は自由に外に出ることができなかったり、気分も塞ぎがちになってしまいます。そんな時にアコースティックギターを始めるというのは良いアイデアなのではないかと私は思います。今回のコロナ自粛期間で私が実際に感じてきたように、アコースティックギターは災害時こそその魅力を発揮すると思います。皆さんもよろしければぜひアコースティックギターを始めてみてください。ご視聴ありがとうございました。皆さんこんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア制作学科2回生の石田慎吾です。新型コロナウイルスの影響によりテレワークやオンライン化が進み外出することが減りました。現在多くの人が毎日家にこもりきりストレスをうまく発散させることができないという状況にあると思います。こういった生活の変化が私たちの価値観を変え、世の中の生活様式も新しいものに変わりつつあります。こうした中での生活の記録はコロナ禍の社会の様子を次世代に伝える上で大きな意義を持つと考えます。この動画ではコロナ禍での楽しい食生活がもたらす影響について考察していきたいと思います。私は自粛期間中に食事意識が変化したと思います。以前と比べてよく凝った料理を作るようになり、料理に多くの時間を使うようになりました。その中の一例を料理動画としてまとめてみました。ご覧ください。
ご視聴ありがとうございました。この動画制作にあたって家族や友人にインタビューをし、自分の食生活を振り返るといくつか気づいたことがあったのでまとめてみました。自分の好きな料理を作るということは、動画でもあったように作っていて楽しいという点と、自分の料理の幅も広がるというメリットがあると思います。しかし自分の食べたい料理を作るだけでは不十分であるとも感じています。それはなぜかというと、期間を終えて自分の体重に変化が見られたからです。その原因としては、健康面への意識が薄かったことが考えられます。その理由は、自分の料理と家族や友人の食生活との比較にあります。自分の料理は栄養バランスが偏っていたように思います。こちらが姉の作った栄養バランスの取れた料理の写真です。こちらも同様です。こちらは私の友人が作った栄養バランスの取れた料理の写真です。こちらも同様です。私は自分の食生活を顧みて、食べたい料理だけを作るのではなく、健康面を意識した料理も作るべきだったと感じています。そしてまとめると、生活環境によるストレスを感じている中でも、家での時間が増えた今しかできない自分だけの楽しみを見つけたり、楽しみながら健康的な食習慣を身につけることは、生活の質の向上にもつながると思います。皆さんも楽しい食生活でコロナストレスを発散していきましょう。ご視聴ありがとうございました。